タコの時期ですね。あの関西西日本全域にまあ言われてるんですけど、やはり梅雨が一つの、はい、キーポイントになるんですね。梅雨っていうのは結局雨水が入ることによって甲殻類が活性が上がって産卵を起こすんですね。でこう岸にこうすごくこう豊富になるんですね、カニエビが。それを狙ってくるっていうのがそのタコシーズンインっていうことになるんですよ。だからまあ秋田県とか新潟県、またその裏の、まあ、仙台とかね、ちょっと遅れますけど、やっぱり梅雨がやっぱり一番の、はい、シーズンインですね。でやっぱり大阪は今1回目梅雨入りしましたけど、1回しか雨降ってないんで、でやっぱり徘徊するものが少ない。エビカニが結局は近くにいない。で一雨ごとにこれがまたようになっていくんで、でまあそんなですね。あとは水温ですかね。水温も18度ぐらいあればもう活性上がってくるんで、でその梅雨を社会に釣れるタコの前に、まあ、18度が目安で、まあ掟とかついてくるんで、まあやってみてくれたらいいと思います。でまあ梅雨っていうのが一つの境になって、それから今度はいつまで釣れんねんっていうことなんですけど、どうやったかね、9月に産卵は起こすんですよね。で、海遊ダコっていうのが9月に産卵を起こすんで、意外に大きいを意識するんで、こういう大かっぱりで、まあ、ワンコ奥で、ちょっと釣りづらくはなります。ただ、釣れないこともないです。私は年中釣ってます。で、どうですかね、もう年内ですね。やっぱり梅雨明けから年内が、まあ、釣りやすい日ですね。でだん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 水温のちょっと去年一昨年ぐらいからちょっとなんか水温の変化が激しいっていうので、まあ、1月中頃までは去年は今年は釣れてました。